どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber ゆでろんです。ありがとうございます。いいね。今回考えるのはワンピース考察、シャンクスが泣いた理由、嘘つきロジャーの伏線です。最新巻96巻968話でシャンクスがラフテルから戻ったロジャーの胸で泣いた理由が皆さんには分かったでしょうか。かなり難解ですよね。それぞれでいろんな説がありますが、僕ゆでろんはズバリシャンクスが泣いた理由とはまだ生まれていない20年後のルフィのせいだと考えます。何言ってんのこいつと思うかもしれませんが、順を追って解説していきましょう。よろしくお願いします。まず968話で考えたいのはいつもの話数の語呂合わせです。968の語呂合わせ、一つ目は苦労話、苦労話、いやもしくは苦労は水の泡、苦労は水の泡ではないでしょうか。968話にはしっかりと水の泡が描かれています。ロジャーの夢は世界をひっくり返すことです。しかしロジャーの夢である世界をひっくり返すとは現在のワンピースの世界を見てもかなってないことがわかります。死期が迫るロジャーはログポースの最終地点ロードスター島に到達してもまだ隠された最後の島があると知り、冒険をやり直すためにライバル白ひげに土下座して全財産を放り投げ、ポーネグリフを読める光月おでんを獲得してやっとのことでラフテに到着しましたが、その結果は俺たちは早すぎたんだ。そう、世界をひっくり返せませんでした。まさに苦労は水の泡です。世界をひっくり返すためには2人の王の誕生が必要でした。古代兵器ポセイドンこと白星姫と、おそらくジョイボーイことルフィです。世界をひっくり返せるのは25年後だったのです。ちなみに968話の話数の語呂合わせ2つ目はクローバー、つまりオハラのクローバー博士のことでしょう。クローバー博士の仮説、ある巨大な王国の王がおそらく2人の王のうちの1人ジョイボーイなのでしょう。そして遡って95巻958話、約束の港では968話の続きが先行して描かれています。ロジャーの船を降りる光月おでんは、和の国を開国し20年以上先の未来を待つとしよう、やろうぜおでん、やるぞロジャー。注目したいのはこのおでんの最後のセリフ、やるぞロジャーです。つまりおでんだけではなく、ロジャーも20年以上先の未来のために何かをやると決意したのでしょう。死期が迫るロジャーが20年以上先の未来に世界をひっくり返すためにやったこととは何か。それは海軍に自首をして死刑台にて大海賊時代を巻き起こすことでしょう。ここで1話と968話がつながります。シャンクスの泣き方は1話でシャンクスが腕を犠牲にしてルフィを救った時にルフィが泣いていた姿にそっくりです。そしてその後シャンクスが風車村を出航するシーンでベックマンが、あいつは大きくなるぜと言うと、シャンクスは、ああなんせ俺のガキの頃とそっくりだと言っていました。正直シャンクスとルフィが似てるとはこれまで思ったことはありませんが、この968話で泣いてるシャンクスは確かにルフィにそっくりです。そのように考えるとラフテルから帰ってきたロジャーにシャンクスが質問をした後に泣いた理由とは、ロジャーも1話のシャンクスと同じく誰かのために犠牲になることを宣言したからでしょう。それはおそらくロジャーは20年以上先の未来に生まれるであろう世界をひっくり返すジョイボーイのために自首をして死刑台で大海賊時代の幕開けを行うとシャンクスに告げたからではないでしょうか。それはジョイボーイイコールルフィだと思われるので、シャンクスと同じルフィのための犠牲なのです。そしてゼロ話でのロジャーの死刑台シーンでもシャンクスは泣き、さらにその一方ワノ国で聞いたおでんも泣きました。おでんは和の国の開国を、ロジャーは大海賊時代の幕開けを、まさにロマンスドーン、冒険の夜明けであり受け継がれる意志です。このように考えれば968話の前、967話でシャンクスはラフテルへは、行くんだったら俺たちはいつか自分の船で行くよと言っていたのに、未だにシャンクスがラフテルを全然目指してない理由がわかります。ラフテルにはジョイボーイことルフィが行かなければおそらく意味がないとシャンクスも知ったのでしょう。その後のシャンクスの動きはこちらの動画をご覧ください。シャンクスはロジャーの代わりにルフィを導いているようです。ちなみに死刑台でロジャーは、俺の財宝か、欲しけりゃくれてやるぜ、探してみろ、この世の全てをそこに置いてきたと言っていますが、ある意味これは嘘ですね。まず966話でロジャーは白ひげから光月おでんを借りるためにほぼ全ての財産を白ひげに譲渡しています。ここで考えたいのはロジャーと嘘つきノーランドの表裏一体の関係です。嘘つきノーランドことモンブラン・ノーランドは400年前のジャイにあった黄金都市シャンドラを発見し、その島に蔓延していた疫病を食い止め、シャンドラの大戦士カルガラと懇意になり再会の約束をしました。それから5年後ルブニール王国の国王を連れて再びジャイを訪れますが、この時にはすでにノックアップストリームによって島の半分が空へ消し飛んでおり、財宝目当てだった国王はこれに激怒して虚言の罪で捕まって死刑台で処刑されてしまいました。これにより嘘つきの烙印を押され、ワンピースの世界では嘘つきノーランドという絵本になるほど有名になっています。ノーランドは実際には正直者ですが、ワンピースの世界では嘘つきとされ、ノーランドが死刑台などで語ったセリフを聞いた民衆の反応は嘘つきの大合唱で冷ややかなものでした。一方、海賊王ロジャーが死刑台で放ったセリフを聞いた民衆の反応は熱狂を呼びました。ノーランドが確認した黄金鏡は金銀財宝ですが、ロジャーが確認した一つなぎの代表はおそらく金銀財宝ではないのでしょう。それはロジャー海賊団の船員クロッカスや副船長レイリーのその後の生活を見るに、とても金銀財宝を手に入れた海賊団の船員とは思えないぐらい質素な生活をしていることからもわかります。レイリーに至っては船のコーディング屋のおっちゃんですからね。
つまりこの2人の物語は対照的に描かれているようです。そうなると正直者のノーランドとは真逆である海賊王ロジャーが言った死刑台でのセリフはある意味で嘘だったということになります。ちなみにノーランドがジャヤに上陸して神殺しを行った日は1122年5月21日です。語呂合わせは一つにここにいる、一つにここにいるでしょう。31巻全体のタイトルもここにいるです。僕ユデレンはジャヤと空島のアッパーヤード、エニエスロビー、クローバー博士の仮説である巨大な王国、そしてラフテル、これら5つは全て800年前は一つの島だったと考えています。この考察はまた今度行いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。とにかくシャンクスが泣いた理由とはシンプルにロジャーが自首をすると言ったからでしょう。ロジャーは20年以上先の未来に生まれるジョイボーイことルフィのために死刑台で嘘をつき、大海賊時代を幕を開けました。そしてシャンクスにはその生まれる子を探し出して導いてくれとお願いしたのではないでしょうか。それはまるで967話でペドロに言ったようにです。ロジャーは、いいか、人には必ず出番ってものがあるんだ、その時が来たら助けてくれよと幼いペドロに言っていました。これは87巻878話でも語られ、ペドロはビッグマムからルフィたちを逃すために自爆しました。878話の話数の語呂合わせは花番でしょうか。花番とは歌舞伎でお客さんを案内する係のことです。これがペドロの出番だったようです。ペドロはルフィたちを世界を夜明けへと導く者たちだと確信していました。そう考えるとやはり D の意志とはドーン、意味は夜明けの意志という意味なのでしょう。 D や夜明けについてはまた別の動画で考えましょう。以上です。皆さんはどう思いましたか。ご意見があればよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。